ね、薬持ってない薬。おっと、派手にやられたな、アユナ。木を揺するときはいつ蜂の巣が落ちてきても慌てないように気を緩めしたのだぞ、でっさい。うん、ないみたいだ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでちょっと、あ、そう、橋のセレモニーをちょっとしたいかなと思うのだけれども、アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも、何でも気軽に聞いてちょうだい。セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら新しい橋の完成をお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだろも、参加してくれるかな。参加します。はいはい、じゃあ早速始めるから会場にご案内します。お願いします。いいね。それではただいまより橋の完成セレモニーを取り行います。イエーイ。ありがったらも、無人島だったアイナ島に橋がかかって、いよいよ本格的に集落として発展が始まる予感がするだらも、この調子でどんどん島を盛り上げていってほしいだらも。まだあと2カ所ぐらいはつけれるんかな、橋。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだらも。あと記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。みんな結局びしょびしょよね。橋完成のお祝いと僕らのアイナ島のますますの発展を願いまして。よー。イエーイ。ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。でさ、なんか橋が出来上がったら、なんかいいよったよね。何かしら、することがあるみたいな。それはどうなったんすか？ねえねえ。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。何をすればいい？さてさて、無事に橋も完成したし、いよいよ本格的に王城を建てる準備を進めていくだらも。それじゃあこのハウジングキットを3つ持ってってほしいだらも。ふんふん。またテント？アイラさんには今渡したハウジングキットを使って、3軒分の土地を決めてもらうのと、それぞれのお家に備え付ける家具の準備もお願いするだらも。え？マジで？え？それも？家具のリストはハウジングキットの中に一緒に入れてあるから、設置した後に現地で確認してちょうだいね。どれも DIY で作れるものだし、必要なレシピも渡しておくだろうもん。そういう感じ。じゃ、引き続きよろしくだろうもん。ふんふん。今回は何かあります？なんもないね。なるほど。ってことで、これで家を建てなければいけないのか。橋の向こう側にしようかな。早速橋。ね、せっかく橋建てたし。ってことで、この辺りに家を。え、どういう感じになるん？1号地の建設予定地、ここにしようかな。ちょっと想像してみる。どんな感じ？実際やん。あ、多少周りのスペースを取らんといかんってことなんかな。ちょっとどけなきゃいけないものがあるけど、ここに決めちゃおうかな。オッケー。あんなに広いスペースを確保せんといかんのか。1号地の建設予定地を決めた。ね、そのボックス何？スマホが鳴っている。なんだなんだ、たぬきちか？もしもし、アイナさん？たぬきちたらも。土地探し、調子はいくらだろも？とりあえず1軒見つけたよ。よかった、順調そうで安心しただろも。それぞれのお家に必要な家具は予定地の前に置いてあるボックスを確認しちょうだいね。室内用の家具はボックスに入れて、屋外用の家具は直接お家の周りにいい感じで飾っておいてほしいだろも。3軒分すべての予定地を見つけて、家具も揃え終わったら、案内所へ報告しに戻ってきてちょうだい。それじゃ、引き続きよろしく。それは家が出来上がる前からしなきゃいけないってことか。移住者様用建設予定地1号地、工事関係者用ボックス。工事関係者各位。本物件用の家具の手配担当者は説明を確認の上作業をお願いいたします。室内用の家具をチェック。リンゴのチェア、リンゴのテレビ、亀。亀？亀とは？今は提出できるものがないや。ほうほうほう。作り方はもうすでに渡されとるってことかな。
次はこの辺は？これでいける？2号地の建設予定地ここにしようかな。どうや？あ、よかった。果物の木はそのままあるね。オッケー。さあ、これで2軒目。2号地の建設予定地を決めた。一軒一軒かかってくるんかい。スマホが鳴っている。あ、アイナさん？僕だけど、何度もごめんね。一つ言い忘れたことがあっただもん。あのね、アイナさん。今回用意してもらいたい家具の中には、お花で作るリースもあるんだけど、お花ならアイナ島の崖の上にたくさん咲いてるから、必要なら登って積んでくるといいだろもん。え、どうやって？はしごのレシピも一緒に送ってあるから、崖に登るならそれを作ればいいからね。あ、なるほどね。それじゃあ引き続きよろしく。はしご作ってそれで登れるん。すげえ。そういう感じなんやね。もう一軒はもうこっち側にしよっかな。どこにしよう。この辺か？あ、こんなもんじゃない？想像してみる。あ、いいいい。ここにする。オッケー。いいね。ハンナちゃんにご近所さんができた。3号地の建設予定地を決めた。さあ、オッケーでしょう。カタツムリめっちゃおるな。なんかカタツムリめっちゃおるな。びっくりしたんやけど。これで、すでにもう送られとんやっけ。DIY レシピ。おー、めっちゃ増えとる。ってことは、この増えたやつを、いろいろと作っていけばいいと。とりあえずこの木材たちを。はしごがこれで作れるはず。作れるものが、とりあえず、ベンチブランコ。ああ、そっかそっかそっか。ってことは、ちょっと、先に、入れておく？ここに入れれるものはある？室内用。家具の提出。はい、積み木テーブル。オッケー。で、外用は？あるかな？もしかして、屋外用。巣箱があるね。次の家具の設置、あ、設置せんといかんのか。じゃあ巣箱を、そっか、それは提出じゃなくって、置かんといかんのか、巣箱。ここには鳥系住人が来るんかな。ほっ。まあ、どうせ、後から、また動かせるやろうけん。適当に置いとこう。よいしょ。適当に。んで、あとは、室内用の家具。あ、ここはまだ何もないね。屋外用は？ベンチブランコ。あ、まだ作ってないわ。ちょ、待って。あ、パチンコを持っていない、今私は。ってことはまた消える感じか。消える感じか、クソ。あとは、あ、まあ、とりあえず作る。ベンチブランコ作ろう。こっち側からじゃできんのかな。はい、DIY で、ベンチブランコ作ります。こんな速攻であんなでかいベンチブランコが作れるとかすごくない？素晴らしすぎん。さあ、そして、で、木製サイドテーブル。作ったことがある。あ、そっか、作ったことあるんか。あれか。ことは、それは違うってことかな。あとは、ミックスウッドの壁。はい、作りまーす。イエーイ。そして、あとは、ないね。
動かしづらい。よっ。おー、いいね、いいね、いいね。良きかな、良きかな。あ、ちょっと待って。はしごが作れるかな。ことで、ちょっとはしごを作っていこうか。これも多分何回でも繰り返し作れるじゃない、使えるはず。はしごボロボロになるまで使うとか怖すぎやもんね。さあ、これで、じゃあちょっとはしご。はしご、はしご。これで私の行動範囲が広がったわけよ。おー、すごーい。ほら、これで、ハートの池。私の顔があれやけど。ハートの池よ、ハートの池。良きだね。あ、こっちに来たらあれやね。木の形も変わったね。でも取れるのは変わらんねやっけ。うん、変わらんね。よし。こっちまだ一個も何も提出してないもんね。室内用。提出します。これで、木製シングルベッドと木製チェア。で、屋外は？屋外用の家具。丸太のガーデンベッド、丸太のスツール、手押しポンプ。丸太のスツールか。ことで、丸太のガーデンベッドもあるんか。と、丸太のスツール。ちょ、待って、これくるっと回したいんやけど。回せねえ。回せねえな。こっちか。オッケー。で、この横にスツールを置きたい。座った。めっちゃ座った。丸太のガーデンベッドと丸太のスツール。ふんふんふん。いいね。なんか庭とかもこうやって作り込んでいけるのいいよね。まあ一応決まっとるものであるとはいえ。粘土が必要やったね、なんか。これで何かしら作れるものだ。これで、アイアンガーデンテーブル。を作って、あ、ってことはもう一個の方は作れんのか。鉄鉱石が、足りない。あ、作れるわ、手押しポンプ。あ、ちょうどか。鉄鉱石の数ちょうどやった。手押しポンプができた。で、あとは作れるもの、あ、なんかいろいろと、陶器のジャグ。この辺どこで必要やったっけな。そして、亀。あ、亀ってこれか。そういうことね。水亀とかの亀ってことか。私、生き物の亀かと思った。DIY で作れるわけがないよね。びっくりー。おーし、オッケー。さあ、それじゃあまたいろいろと。個室内用はまだできてない。屋外用。が、アイアンガーデンチェアとアイアンガーデンテーブル。ってことはこっち側にしよっかな、次。アイアンガーデン。テーブルと、ちょ、見えねえ。と、アイアンガーデンチェア。この辺に。違う。あ、チェアの方作れてないんかな、もしかして。え、作ったよね。あれ作ってなかった。作ってなかったわ。で、こっちか。こっちがもしかして陶器のジャグと、亀？亀は室内なんよね。
はい、提出します。そして、屋外が？あ、こっちは違うんか。さあ、これでまたいろいろと作れるはず。はい、積み木梱包。イエーイ、積み木梱包完成。さあ、そして、あとは、はい、アイアンガーデンチェア。これで出来上がって、さあ、これで、アイアンガーデンチェア、ここよね。アイアンガーデンチェア。で、これを、はっ。おー、いいね、いいね。で、積み木コンポが多分奥のとこ。手押しポンプと、あとなんとかジャグは3号地なんやろうね、きっと。あれ、ここじゃなかった。こっちか。こっちか。うんうん、積み木コンポ。はい。オッケー。なんかもう順調に出来上がりそうな感じするね。出来上げよ。出来上げよって日本語おかしいかもしれんけど。はい。で、あとがここに、室内用、陶器のジャグ。あ、これで室内完成やね。はい。室内やったんや、これ。はい、この物件に必要な室内用の家具は全部揃った。そして、あと屋外用で、手押しポンプ。手押しポンプどの辺に置くよ？こっち側に置く？これで屋外も揃った。この家完成やん。できたよ、できたよ。これで屋外用も。はい、この物件に必要な家具は室内用も屋外用も全部揃ってるや。オッケー。でもこれ反対向きにしとかんかったら使えんよね。っていう現実的なことを考える。あ。よいしょ。水が、建物にかかることになってしまう。これで、あ、もうチューリップ集めれるんじゃないこれ。あ、でもあれか。なんて言うんやっけ。なんて言うんやっけ。てか、この辺からも、取れるんかな木材は。一応取れるんか。リンゴも一緒に落ちてくるけど。で、リンゴは10必要やったよね。これで3やろ？さあ、これで。OK でしょう。これで樽が作れて。もうちょっとで全部揃うね。揃えよ、揃えよ。これで、あとは？リンゴのテレビ。で、リンゴの、もう一個のあれは？椅子かな？そっちは？あれ作れん。何が必要？あ、木材か。なるほど。なるほど。じゃあ先に提出してきます。確かここのはず。室内用家具。チューリップのリースか？あれってことは？屋外用は？屋外は揃っとんか。向こうか。こっちはこっち。これで室内用家具で、リンゴのテレビを提出します。はい、オッケー。そして、屋外は、干し草のベッドと樽。干し草のベッド、この辺かな。違う違う違う。ちょ、
っと待って。向きがどうなんかがちょっといまいちよくわからないけれど。ちょ待って。こうやって。は。で、この奥のところにちょっと樽置いとこう。馬系住人とかかな。はい、これで。外側これで完成ってことか。さあ、それじゃあちょっとその辺の木材を拾い集めます。多分これでリンゴチェアができるんじゃなかろうかと思うんやけども。じゃあこの辺に散らばっとるのも。これでいけるはず。はい、リンゴチェア。これ作って、イェーイ。実際のリンゴ使うんやんね。絶対腐るやん。家具絶対腐るやん。じゃあ、あと必要なのはもう、これだけ？チューリップのリース？赤、黄色、白。が3つずつ。はい、上に上がって、白。ちょっと待って。色別でやっていかんかったら数がわからんくなりそう、私。はい、白3つ。で、黄色。で、あとが、赤。1、2、3。オッケー。さ、ってことで、降りますか。さ、それじゃあ、帰って作ろう。え、もうリースだけ？かな？素晴らしくない？ってことで、はい、作ります。チューリップのリース。絶対可愛いやん。チューリップのリースができた。さあ、提出しに行こう。ここやったよね、確か。はい、室内用家具でチューリップのリース提出します。これなんやっけ？リンゴのチェアか。リンゴのチェアってことは、はい、これで全部揃った。リンゴのチェアはこっちやったよね。よいしょー。ここも外は全部あるし。はい。で、3号地も全部もう揃ったはずやけん。イェーイ、これで、全部揃ったぜ。やったー、お家と家具の準備が全部終わった。素晴らしすぎるね。素晴らしすぎるね。やったぜ、やったぜー。ということやから。ね、薬持ってない薬。おっと、派手にやられたな、あゆな。木を揺するときはいつ蜂の巣が落ちてきても慌てないように気を緩めしたんだぞ、でっさい。うん、ないみたいだ。顔を元に戻そう。時を戻そう的な。どうも。さ、薬をくださいまし。とりあえず薬を一つください。お薬。一個でいいよ、全然。大丈夫です。ってことで、さあ、顔を戻そうか。ふぅ、これで可愛いよ、顔に。大丈夫やね。ふぅ、ってことで、ま、顔も無事に元通りになったことやし。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、思ったより早く全部の家の家具揃えれたし、あとは家が完成するのを待つだけって感じかな。